時給1800円、はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。12月28日火曜日、はい、ね、すごいびっくりしたニュースです。もう東京のね、居酒屋業界っていうのは今ね、年末商戦用にですね、求人を出してもですね、人が来ないというね状況で、まあね、どこも大変みたいな状況らしくて、なんと夜間帯のね、時給がですね1800円超えるね、ところも出てきたというねニュースがありまして、まあコロナになって、まあ、他業種の方にですね、まあ人材がね流出して、まあそれから戻ってこないと、まあ、あとですね、外国人ねアルバイトが、今ね入国禁止になってますから、その影響で外国人ね、学生、留学生ですね、留学生の方が入ってきてないので、まあ、そういうね、人材もいないため、まあそもそもがね、パイが足りないと、そういう中で、まあもともとねいる日本人プラスもう国内にいらっしゃる、まあ、外国人の方を対象に募集かけてもね、どこも取り合いだから集まらないということで、とうとうこうね上がってって1800円になったけれども、それでもね、来るか来ないかっていうラインらしいんですけれどもね、上がりましたね。まあ田舎でもね、もう1000円はね、普通に超えておる時代ですけれども、いやすごいですね。まあただこのね、今度1800円にしたらですね、今度まあこちらの方でもね、某チェーン店かな、ラーメン屋さんとかでね、昔から深夜料金みたいなのをね取るところが、きっちり取るところがありましたけれども、まあそういうね料金等もね、発生しないと、ただ単にね1800円払ってたら、採算合わなくなっちゃいますからね。どうしてるのかなと。まあね、都会だとなんかいろんな料金がありますよね。例えば月出しとかサービス料とか、なんとかみたいなね、ちょっと高い店に行くとね、なんかようわからんなんか名前のね料金が、サービス料みたいなのがね入ってたりしますけれども、まあ、それと同じでね、深夜料金っていうのはねきっちり取っていかないと、もう回していけなくなっちゃうと思うんですよね。もうそれか、もうその料金を払えないから、もうね早めに閉めると。でまあそもそもが、まあ、コロナ禍の影響でね、時短営業の、まあ、名残というかですね、まあその影響でそんなに深夜帯までね飲む人がいなくなっちゃって、まあタクシーもね、終電逃した人がねタクシー乗って帰るみたいなねケースも減っておるというね感じらしいので、まあね営業時間を短くして、まあ短期集中でそこに、まあ、人的リソースを入れて、まあこうね短時間でこう回して、利益を出すと、売り上げを作るみたいなねやり方にするのかなという感じですよね。あんまりダラダラやってもね、儲か利益がね出ないんじゃないかなと。もう深夜枠はねそこまで、もう本当に別料金を取らないと成立しない枠になっちゃってると思うんですよね。で働き手の方も相当ね、高い時給じゃないと、まあ、そんなね時間帯を働いてくれる人っていうのはねもういなくなってますから、なかなかね難しいと思いますと。で田舎になるとですね、まあ夜そんな深夜働いてくれる人はまあいないですから、そういう24時間的なね働き方とか、まあ居酒屋とかでもチェーン店とかでも、早朝までやってますよみたいなねお店っていうのはもう成り立たなくなっちゃいますので、まあ遅までやってもね、もう12時日が変わったらもうね終了みたいな、まあ12時日が変わる前で、営業終了みたいなね、まあお店が増えるんじゃないですかね。まあそれかもうちょい手前でね、もう悩んだらもう10時閉店のところももしかしたらねこれからは増えていくのかもしれないですね。まあ遅くても11時、早くて11時みたいなね感じになるのかもしれないですね。まあ田舎の方はね、もともとが人口が少ないわけで、あと若者のね比率が、低いわけなんで、もともとコロナ以前はね本当に募集かけてもね来ないような状況だったわけなので、まあね
これからもうちょっと戻ってきたら、今戻りかけで、まあ、戻ってないと思うんですけれどもね。まあ、まだ田舎はそんなにね、余剰人員を、賄えるだけの売り上げはね、ないと思いますし、特に、まあ飲食店、食べるだけのところは戻ってるのかもしれないですけれどもね。まあ回転寿司とかね、焼肉とか多いですよね。ただ居酒屋業態になると、ちょっとね、まだ戻ってないんじゃないかなと。いう感じがしますので、まあまだね、余力を持ったそのね人員配置みたいな経営をできるところっていうのは少ないと思いますので、どうしてもお客さんね待たせたりとか、もう早めにねごめんなさいってね、まだ席が空いてるけど回しきれないからごめんなさいってねするところも増えてくると思うんですけれども、まあとにかく、人件費も上がって、まあこれからねまた上がるでしょうし、物価の方はね来年以降もまだまだねインフレ基調、続くと思いますから、まあ携帯料金ね、菅元総理の、携帯料金ね、値下げの影響でまだインフレ率はね抑えられておりますけれども、それなかったらねもう特に 2% 近くまでね行っちゃってるんじゃないかなっていうようなね、なんか体感ですよね。もうね居酒屋で使うねもう商材、ね食材等はね、もう上げに上げまくってますから、上がりに上がりまくってますからね。もう一番頭痛いのは油ね、どんだけ上がっとんねんというぐらいね上がってますし、とうとうね最近で言ったらですね、まあじゃがいもとかね玉ねぎとかね、ああいう感じのもねすごい高いですからね。まあなかなかね来年以降も大変なね経営になってくると思います。はい、まあそんな感じでね都会の方はね1800円時代突入ということで、びっくりしましたというお話でした。はい、で今日ですね昼はですね、まあ昨日に比べたらね暖かかったと言ってもまだ多分一桁ぐらいだと思うんですけれども、まあ雪が降ってなかったんでね、まあそんな感じでしたけれども、昼がですね4個残りましたということでね、でその後ね、夜2個ね常連のお客様が買ってくださって、結局15個かな売れましたという感じですね。はい、で夜がですね、今日はね仕事納めということで、まあお昼もですね仕事納めの感じで結構皆さんなんか、いいところねお弁当を注文して、まあ、それを最後みんなでね食べようかみたいな流れのところが多かったみたいなので、ノーマル弁当はねあんま需要がなかったみたいですと。で夜はですね仕事納めの皆様がまあ街に繰り出してたみたいで、ね炸裂しておりましたね。はい、でバタバタしてねもう回しきれんでね今日もパンクしましたという感じでしたね。後半ちょっと本当申し訳なかったですね、すいませんでした。で、結果ね終わってみたら、昼夜合わせて、亀山花火大会級の超炸裂で終わりましたということで、ようやくね年末の追い込みウィークらしいね数字が出てまいりましたということで、ちょっとねトリマン売上移動平均線もねちょっと戻して、数字がね良くなってきましたということで、あとね29、30、31あと3日間ですけれども、まあ、あと3日でね、どれだけ伸ばせるかという感じですね。はい。はい、というわけでね、あとね、びっくりしたのがですね、TikTok の方ですね、ハッシュタグ、桜井翔、嵐のね、元嵐の桜井翔さんのハッシュタグをね、撫で型動画にね、つけておったんですけれども、まあ、そちらの方ね、ハッシュタグ、桜井翔で、ポチッと押すとですね、トップ画面、上からですね最初ね12列目にねランクインしてたんですけれども、そこから9列目来て今日なんとね7列目までね来てましたね。で170万再生回ってね、でもちろん回ってますけれども、そこまで来ると、7列目までね登ってくるということみたいなのでビビりましたね。とうとう7列目まで来ましたね。あと3列ランクアップするとポチッと桜井翔ハッシュタグをしてトップ画面のね一番下の方にギリギリね、撫で型動画が映ってくるねところまで来ましたということなんで、
あと何本ぐらいなんですかね、多分200万再生回れば間違いなくトップ画面にね、ランクインできると思いますので、もうちょっとね回ってほしいなと思っとる次第でございます。で、まあ、年内にね200ちょっと無理なので、まあ、180ぐらいで、ストップするかなという感じですね。あとミニ四駆動画がね、あともうちょっとで100万再生しますので、楽しみですということですね。はい、はい、というわけでね、残り3日間ね頑張っていきたいと思いますので、まあちょっとねもうそのまま、今日はね力尽きて、営業終了後ね仕込みしてたんですけれどもね、仕込みしてて、でお腹が空いたんで売れ残ってた弁当を食ったらもうそのままね、パタッと倒れてましたね。はい、というわけでご予約の方お待ちしております。0832-3216-19までお願いいたします。チャンネル登録の方が280人となっておりますので、チャンネル登録の方もお願いいたします。年末年始はね、大晦日まで営業して、1日元旦から4日までお休みいただきます。はい、皆様よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。おります。